ミッチェル・デイビッド・ケーパーは、ロータス・デベロップメントの創業者にして、ロータス1から2から3の開発者。電子フロンティア財団の共同設立者でもあり、モジラ・ファンデーションの初代理事長でもある。他にも多数のインターネット関連団体に参加している。サンフランシスコ在住。アメリカ合衆国、ニューヨーク州ブルックリンに生まれる。イエール大学で、心理学、言語学。 計算機科学、特にサイバネティックスを専攻し、1971年に学士号を取得。在学時には、イエール大学内のラジオ局 YBCFM の音楽ディレクターとプログラムディレクターを担当した。卒業後は、ラジオ局のディスクジョッキーやトランセンデンタル、メディテーション技術の先生、精神衛生カウンセラーなど職を転々とした。1978年に、 アップル2を購入し個人でコンピュータのコンサルタントを営み、1時間5ドルでコンピュータの個人指導をしたり、マサチューセッツ工科大学の院生からの依頼で、線グラフや統計関数の機能を持つプログラムタイニーとロールを開発したりした。数ヶ月後、シリコンバレーで世界初のパーソナルコンピュータ向け表、計算ソフトビジカルクの作者ボブ・フランクストンに出会い、それがきっかけでビジプロットと、 ビジトレンドを開発することになった。それらは1981年にソフトウェア会社ビジコープから発売され、ケーパーに多額の著作権量をもたらした。この成功を機に1982年にロータスデベロップメントを設立。ジョナサン・ザックスと組んで表計算ソフトの開発に取り組み、完成したロータス1から2から3は同年秋のコンデックスで発表された。 画面上で見られるオンラインヘルプ機能やチュートリアル用のディスクが初めて提供され、また顧客サポートのための専門部門も初めて設置されたことでユーザーから圧倒的な指示を得て、芝叩く間に表計算ソフトのトップシェアを獲得した。ケーパーは1982年から1986年まで同社の社長権最高経営責任者を 1987年まで取締役を務めた。1983年に同社は5300万ドルの収益を上げ、翌1984年には1億5600万ドルにまで倍増した。従業員数は1985年までに1000人以上に達した。1986年に退社後、マサチューセッツ工科大学の客員教授を務めた後、 ネットワーク関連のソフトウェアを取り扱う ON テクノロジーを設立。ケーパーは1987年から1990年まで会長兼最高経営責任者を務めた。1990年にはジョン・ペリー・バーロー、ジョン・ギルモアラと共に電子フロンティア財団を共同設立。ケーパーは1994年まで議長を務めた。2001年には資材を投じて、 オープンソースアプリケーションズファンデーションを設立し、オープンソースの PIM ソフトウェアチャンドラーの開発に取り組んだが2008年に身を退いた。2003年にはモジュラファンデーションの理事長に選任された。2006年にはブックマークを同期するモジュラファイ l ー Firefox 拡張機能を開発する Foxmarks を設立した。この他、ベンチャーキャピタルの k p パ r エンタープライズ、 環境衛生に対する事前団体のミッチェル・ケーパー財団も運営している。妻、フリーダ・ケーパークラインと共に教育と職場に公正さを提供する民間非営利団体のレベルプレイングフィールドインスティチュートも設立している。リンデン・ラボの取締役、ウィキメディア財団の顧問委員も兼務している。ありがとうございます。